はい、皆さん、毎度毎度。安いお値段のね、床屋さんでもパーマ屋さんでも、いそいこに行かれるお客様はもう自己責任ね、低料金店で働いてる美容師さんもね、床屋さんもね、働いてる本人たちはね、ダニングクローガー効果で仕事できると思ってるけど、実際大したことできないしね、まあワンパターンの仕事はうまいかもしんないけど、まあ応用が効かない方とかね、大したことはできないと思ってね。あとね、元カリスマとかね、ベテラン先生がいたとしてもね、時間的にね、高料金店並みの仕事っつうのはもう無理。パーマでもね、ヘアカラーでもね、使ってる薬もレベルが低かったりね、短時間で濡れとかね。もう自己責任、もうそういう安い店ってのは安い店のし、あのやり方ってのがあるからね、ダイソーの商品に文句言うのと一緒。宿毛矯正とってもね、安くやろうと思えばね、いくらでもね、アイロン手抜きしたりね、何とでもできるわけよ。で、アイロン手抜きしたらもうそれ宿毛矯正じゃなくて、ただのパーマ落とし程度だからね。まあそういうのもよく理解して、低料金店ってのをうまく使った方がいいよね。はい、お疲れ様でした。